ガチナイス、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 ガチナイス。嫌いな上司がいた場合どうすればいいですか？僕は直接言ったっすね、嫌なとこ上司の。上司の方はすごく忙しい人で、まあそれはもちろんわかる、重々承知なんですけど、例えば仕事任されてわからんことがあったら、これ何ですかって聞いたら自分で考えてみたいな、そういうパターンが多かったんだけど、それがありすぎて、でも俺わからんから、本当に何もわからんままなんか出したりとか、そのままほっとくというか、わからないまま進まないから、自分なりに考えてもそれで提出したりしたら、なんかできないんだけどみたいな、言ったじゃんみたいな、いや俺言われてないですみたいな感じなのが多くて、すんごいなんかそれ無限にあるのかなと思った時に、ああやっていけんなと思ったから、直接俺嫌なとこ行った、上司のあの課長っつって、嫌なとこがあるんですけどみたいな、そこは嫌ですって、もう本人と1対1の時に言ったね。ガチなやつ言って怒られた話はガチっすね。業務委託の人にガチなやつって言ったら、お前業務委託舐めてんのとか言われて、いや舐めてないっすよっつって言うので、なんか怒られたっすね。まあ、あんまそのことやってるとマジでこの部署から消すぞみたいな。俺経営企画部っていうとこいたからさ、すごい周りのなんかなんだ、部署の中でも一番トップみたいな、そのカーストがあって、で俺はなんかマーケティング部に生かされるかどうかみたいなとこでなんかあったらしいけど、やめました。